続いて。失礼します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 。すいません。失礼します。すいません。お疲れ様です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 。どうしました？僕たち手作りのお土産があります。僕たちライブ会場で販売している、はい、B シャッフルオリジナル大福っていうものを、はい、今日朝手作りしてきてますので、よかったらマラソンは走る福岡まではどうなる大福まで作る我々芸人の仕事がなくなるから、あんまやめて。ごめんなさい。すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。我々いただきます。いくらですか？500円ぐらいだろ。はい、はい、僕たちが払いたくなるよ。見たいけすぎてね。ありがとうございます。これも、はいはい、たくさんあります。だから女性にあげた方がいいんじゃないですか。あ、みんなの分あるの？はい、みんなの。ちょっと中見ていいですか？手作り？じゃあ、お餅に僕たちの気持ちをちゃんと。もう餅だけに。もうやめてそういうこと言う。我々の仕事なくなったら歌だけ歌ってりゃいいんだよ。踊ってりゃいいんだよ。君たちアイドルなんだから。すいません、ありがたくいただきます。僕たち花丸大吉さんのこと本当に大ファンなんで、よかったら写真一緒に撮らせていただいてもらいましょうか。写真ぐらい全然大丈夫です。ありがとうございます。ということで、はい、ありがとうございます。ツイッターかブログなされてますか？やってます。やってます。よかったら僕たち1月29日にユニバーサルミュージックさんからデビューが決まったんですけれども、そちらもコロッとなんだブログやってたで入れてみようかな。でもそうです。でもね、載せられるのはいいけども、これはいいんですかね？いいんです。ぜひ福岡にツアーでね、ライブとかで行きたいです。福岡にもたくさんご接待させていただき、行けるように、はい、頑張ります。ね、頑張ります。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。すみません、ありがとうございました。すみません、ありがとうございました。生放送を乗り切ったこととミッションクリアしたことでテンションマックスのメンバー。信じらんないです。ああ、すごい。は夢です。今夢。すぐ隣に芸能人さん、本当に有名な芸能人さん。テレビで見たことが全部目の前にいらっしゃって、今夢だ。夢だ。今夢だ。全然夢、全然夢じゃない。痛い。感無量です。マジで。本当に。本当にだってもうこんな機会ないですよ。からデビューしてもないのに。やばいやばいです。お疲れ様です。わかります。走れ走れ、明日も明後日も来週も来月も。生放送終了後、春菜さんとの約束を果たすべくお食事へ。乾杯。春菜さんのお店で美味しいお好み焼きをいただき大満足。うおお、ありがとうございます。ありがとうございます。何かめっちゃ吠えてる。何です。とここでメンバーに手渡されたのはまさか中澤さんから。あ、まさかボス。ボスさんですか？ここで。ここで。ここで。ちょっと嬉しい。私ここで今まで見れてる。この瞬間が違ってる。この瞬間が一番。え、読んでみて。アイドルたるもの、はい、ライブ会場のお客様のハートをつかむことは最も重要、はい、会場全体が一つになってこそ真のアイドルだ、はい、ライブで会場全体のお客様を巻き込んでB シャッフルワールドを作り上げろ。おお、どういうことだ？これは あんまりにボリュームでいこう。ウェルカムトゥザシャッフルワールド。ちょっと難しいです。会場のお客さんを巻き込んでシャッフルワールド全体をもう
だからBシャッフルみたいな感じを作れってことでしょ、会場全部で巻き込んで、そう、またまた出された次なるミッションは2日後に控えた代々木第一体育館で行われるライブ会場でお客様を巻き込んでBシャッフルワールドを作り上げろというもの。だから他のアーティストのファンの人もいっぱいいる中、そうですね、みんながガッとこう一気に、はい、もう本当パワーで引きつけるような何かをすればいいんじゃないの。はい、そうですね、俺らはいつもこんな感じじゃん。そうだ、まあ、僕たちはいつもこんな感じですから、もう頑張るしかないですから、B シャッフルですから、皆さん頑張る、この後シーズン3始まって以来の最も過酷なミッションが待っていることを彼らはまだ知らない。春菜との食事を終え意気揚々と帰宅すると、そこにはただいま。アイメキシャうわなんだっけ、うわ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 うにょうわ、ちょっと待ってこれやば、うわお金お金お金うわお金もらおうといいのめっちゃおもろい。告知チラシ10万、彼らに言い渡されたシーズン3始まって以来最も過酷なミッション、それはメジャーデビューシングルの発売告知チラシ10万枚配りきれというもの。まあ、こんなにあるけど、うん、10万枚ですよ。これミッションでもあり、いいチャンスでもあるからね。めちゃくちゃいいチャンス。10万人の方に全部。もうこれからもう あと1ヶ月ぐらい残っているけど、うん、もう余裕だろ。なそして予想10何位今 B シャッフル、このままいっちゃうと勝負ならないじゃないですか。勝負にならない、ここまでやっといて全く面白くないですね。どうしましょうか。リリース前から結果出てるって、いやそこで諦めるのかって言われちゃうそれまでなんですけど、でももうちょっと戦わせたいですね。戦わせたい、ここまで来て、あ、しょうがないねって終わるの嫌なんでしょ。一周ずらすと2月5日。待って、そんなこと、そんな、それで私そこ関わっちゃったら大変じゃないですか。発売日を一周ずらす、1月29日から2月5日に。まあでも今の何か話になるんですけど番組的に無理やり取られると困るんでね。ということで関係各所と調整を行った結果、発売日を2月5日に変更させていただきます。ファンの皆様誠に申し訳ございません。次回チラシ10万枚ミッションついにスタート。お願いします。お願いします。2食です。そしてもう一つのミッションも、新たな偵察部隊とは。次回の配信は1月16日です。絶対見てください。